おはようございます。11月4日木曜日、5時47分、12度東南東の風1、ちょっと寒いね。しんにくる寒さ。今日は大潮2やね。ベタなぎ。今日はマグナムさんと2人、ガラガラよ。誰もいないよ。離れたところに1人ぐらいかな。さあ今日はあれやで、対決やで。マグナムさんはあのサゴシチューンの夜行、自分は G コントロールの夜行でサゴシ狙い。えらい離れたな。マグナムさんあんな遠いとこまで行った。できるだけ左行きたかったんやな。さあ今日も光当ててやるで。こっちの方がブローの部分がでかいからええんちゃう。あれ行け、映れへんな。ほらサゴシチューンより幅広いで。さあ投げよう。今日ボラ飛んでないな。これ昨日の船でかっさばっていかれたからおらへんな。ドキドキタイムスタート。6時やで。さあ6時10分までに当たりがあるか。最近ハマチは6時半ごろ当たってるから、まあ30分ぐらい真剣に投げよう。マグナムさんも多分当たりないな。あったな、当たりあったって叫ぶからな。来ないっすね。全然来へんやん。9分来へんで。おはようございます。おはようございます。いい一日をお過ごしください。やっと言った。お、今日ええかも。ええか。シリが久々にこれ言ったぞ。え、あなた来た。おお、マグナムさん当たって乗ったってバレたって。おお、すげえな。やばいな、 G コントロール負けてるんか。おお、おおおお、変わった変わった。7時、え、6時12分か。マグナムさんの隣、変わった。つばす？ハマチ？ハマチやが、ハマチやで。すみません、おお、よくわかりません。あー、なるほど。この間目白取った人らしいわ。お、キャッチキャッチ。よくわかりませんじゃなくて、よくわかるよ。ハマチやがったんやから。あ、さっきのマグナムさんあたりもハマチやったかもね。ねえ、ハマチや、ハマチハマチ。この時間に当たるとは今日はええかも。うん、ヒットルアーはサワラチューンらしいで。マグナムさんは G コントロールにルアー変更やで。ブルピンに返して。うわ、喋ってる間に。いやいや、お、ヒットヒット。マグナムさんルアーチェンジして速攻や。っていうかめっちゃ喋ってたし、シリとめっちゃ喋ってたら来たって。おるやんおるやん。ちょっとなんで、お、来た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 。めっちゃ暴れてる。やったやった。おお、今日は濃いな。あ、いたいた、やった。 G コントロールに変えて1投目じゃないですか。めっちゃシリと喋ってる間やった。17分入ったね、キャッチ。やった。おい、次自分釣らなあかんばんやで。やばい、来えへん。自分だけ来ない、焦る。あえてケイムラ行こう。オールベイトから青物っていうやつ行こう。針、ダブルの針前後やから。やばい、自分だけ来ないよ。やばい、けえへん。どないなったやん。もう焦る。
6時半、自分だけへんやん、焦るわ、左から順番に来たのに。シート喋ってるから U ターンしてたんかな。はい、この時間に当たりと会った日はいいですからね。今日はボラ飛ばへんですよ。昨日の一斉捕獲から飛べへんなりました。え、おお。左の遠いとこヒット。ああ、完全に向こう行ってもたな、ラムラムさんのとこから。38分。ショックやわ。自分だけ釣れへん。やばい、マグナムさんのとこで U ターンしたんやわ。ほんまにショック。 U ターンしてえらい遠いとこ行ったわ。キャッチしたな。3本目ハマっちゃかった。40分、うん、遠いとこ続いてくれ、こっち来てくれ。あーショック、やばいで、自分だけ釣れへんで。マグナムさん、針1本取れてたってさっきのバトルで言うてるけど、こっち見て、前も後ろも針折れてるよ。それでもやってるで。お、ハマチを袋に入れてるわ。やばいな。6時50、スタンドの時間です。スタンドストールっていうの、とっくに53分。あんな足らんな、なんでやろう。スルースルーやな。いいや、はい、ブルピンゴ G コントロール、マグナムさんと一緒。はい、55分。やばいな、自分だけ釣れないよ。おお、おお、出た出た。そうかな、ボイルやってるやん。おい、やってるやってる、ボイルボイルボイル、出た。遠いけど、シティ次。おお、やってるやってる。え、こっちから遠かんわ。ずっとやってるやん、ボイルやってんな。思ってた矢先に出たな。遠いな、遠いで遠いで、ずっとやってるやん。一本取りたいよ。自分だけ釣れてへんねんで。終わったやん、まだおるやろ。ああ、全然ちゃうとこないのだ。届いてるけど全然ちゃうとこないのだ。こんなとこないさっきの話や。らしいよ、サワラチューン、メジロかけたりハマチ釣ってんの、イワシカラー、サワラチューン。やられたんすか。あ、そうなんですか。おお、すごいな。メジロの後にサワラ買ったって。新しいの買いに行ったら、買いに行こうかな。まっすぐ引いてても切られるんですね、ホール中に。あージグでも投げるか。全然や、ガンガンジグ、K 村イワシ行こうか。あー、ナブラで失敗した、残念。はい、21分。ラーショック、下げ2部やで。ほら、ええ時間やで、釣れなあかんのにな。来た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 、ヒットする瞬間見た。来た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 。23分、またさっきの人、サワラ中の人。おーおーおお、当たる瞬間見てしまったよ。ジグやで、バレた。ジグジグ、ブレード付きのジグつけてるの見ましたよ。ゆっくりしゃくって小刻みに入った瞬間にゴーンってきました。うん、見てたね、こうやってゆっくりしゃくって来てて、小刻みに入ったらドーンって。なぜこっちを見ながらこんな近くを通る、な
ぜ。お、まだかかった。なんで？なんで？まだかかったで。同じ、あのサワラの中の人。なぜ？すみません。よくわかりません。何か他にお手伝いで。すげえすげえすげえ。向こう行ったらかかんのかな？場所かな？あそこの前ばっかりかかるやん。なぜ？お、ごぼう抜きや。あぶねえ。あぶねえ、落とすとこやった。すいません。どの辺でした？結構近いっていうか、なんか有名な。はいはいはい。はい。中層ですか。こっち来た方が魚いそうやから、ちょっとなんでやねんっていう感じやわ。連続でしたね。連投ちゃうんすか。2回やる。ストリンガーごと行ってもだ。もう見えないですか。行きましたね。で紐付けてたのにね。あ、取れたんや。あらららら。あらら。紐切れてストリンガーごと落ちてった。30分。これ知ってる。くねくねのメタルジャック 60g 赤金やで。今日のヒットルは中層で。知ってる知ってる。あの普通の袋に入って売ってるやつですね。前使ってました。それ釣りのイワシのゼブラ用を使ってました。それでブリ切れました。そうですか。最近全然使ってなかったっす。持ってこなあかんな。おはようございます。どうもおはようございます。何か質問があればいつでも聞いてくださいね。対応変わったな。自分だけ釣れへんってことやな。おお、来た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 。まだ来た。おお、33分。左行きた来た来た。おお、なんで自分だけ来へんねん。なんで自分だけ来へんねんやろ。もうほんま不思議。ハテナマーク。なんでや。座りながらやってたん。座りながらヒット。なんで自分だけ来へんの。おるのにな、おるのに。おお、なぶらなぶらなぶら。一瞬で終わったな。うわ、ショック。自分の立ち位置のすぐ目の前なぶら起こって消えてもた。左に引っ越してきてて。なんじゃそら。もうやることなすことついてへんな。ハマちゃかった。36分。4本目か、5本目か。4本目やな。来た。抜けた。当たったのに抜けた。くそー、ヒットしたのに抜けた。うわー、もうせっかく坊主出すと思ったのに。ショック。8回しゃくりぐらいできた。おお、目の前来たじゃないですか。おお、すげえすげえ。刃物残ってるけど、そこボーンって来ましたね。回収で巻いてる時でしょ。やった、終了や。今日はナブラも出てサワラも飛んでええ感じだったのにな。ボイル入れて4本あった。自分だけスルーで上がらなかった。残念。一回ヒットしたけどバレた。いい感じになってきた。あのシラス漁でなんか変わったんちゃうかな。でもまたいい感じよな。明日ちょっと期待痛いやろ。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。
少しでもこの動画がいいと思っていただけた方はいいねボタン、チャンネル登録、コメントお待ちしています。バイバイ、また明日。